ちの人、秀吉のため戦頑張ってね。お姉様、三つ目も頑張ってね。言われなくても頑張ってますよ。そんな子だね。ねねは羽柴秀吉の最愛の妻である。秀吉が織田信長のもとで出世していく陰には常にねねの働きがあった。信長が明智光秀の謀反に本能寺で果てるや、秀吉は西国攻略から軍を大返しに反転し、光秀を急襲、山崎の地で決戦を挑む。これは主の仇を討つ重大な戦。愛する夫や加藤清正や福島正則、石田三成など息子同然の家臣を励ますべく、ねねも山崎の戦場に立った。お前様のためだもの、私も頑張るよ。第1話、山崎の戦い。譲れません。誰のためでもなく、あのお方のため。三成、頑張ってね。頑張る？それって具体的にはどういうこと？生きにくい子だね。この戦の要旨は天皇山だ。皆の者、光秀より早く天皇山を取ったれや。させません。全軍急ぎ天皇山を抑えるのです。ねね、一足先に天王山で待っててくれんか。はいよ、お山の上でお前様を待ってるからね。信長様の仇か、その子を天下を、私は背負わねばならないのです。天王山はすでに我らが得た。敵もとろいものだな。筒井家家臣島左近、義によって秀吉殿にお味方申す。おお、筒井にも物の見える男がおるな、三成。はい、使える駒と思います。いざ尋常に勝負。清正、天王山へ兵を送れ。明智に天王山を渡すわけにはいかん。
出るわけにはいかない。Yeah!
て、あとは任せろ。信長様の号もおめえの思いもみんなわしが受け取ってつないでやるさ。